アニマルタンジェント。カリフォルニアアシカ、こちらこの水族館ではカリフォルニアアシカを飼育していますが、カリフォルニアアシカは北アメリカ西海岸で暮らすカリフォルニア湾で生きる生き物です。英語ではシーライオン、海のライオンと呼ばれているくらい声がとても大きいんですね。まずはその声について出てきたら聞かせてもらいましょう。今回アシカについて紹介してくれるのはカリフォルニアアシカでオスのアシカのコア君です。それではまずはじめにその英語の名前の由来となった大きな声から聞かせてもらいましょう。それではコア君にはオスのアシカは成長すると体長が2メートル、体重が200キロから300キロまで大きくなります。現在コア君は214キロまで大きくなっているんですね。メスのアシカは一回り小さく、体長が 1.8 メートル、体重が100キロほどまで成長します。体格の違いで見分けることもできますが、もう一つ見分けられるポイントがあるんですね。それが今トレーナーが指を指した額のコブ、この部分がオスのアシカは成長するにあたってどんどん出てきますが、メスのアシカはいくら成長してもこのコブは出てきません。このコブのあるかないかでオスのアシカとメスのアシカで見分けることができます。次は体長と体重を見てきたので歩き方について紹介していきます。アシカたち歩くときはどこを使うかというと、この長く発達した前のヒレを使って歩くのが特徴です。それでは先ほど紹介したアザラシたちとの違いを見比べて見てみましょう。アシカたちは前のヒレを体を起こして移動するのが特徴です。次は後ろのヒレにも注目して見てみましょう。アシカたちの後ろのヒレの骨盤は前後に可動するので、このように4つのヒレを使って移動することもできるんですね。自然界では岩の上なんかに登ったりするときに、この4つのヒレを上手に気を抜いて岩の上に登ったりします。またステージの中央部のこの台の上にもしっかりと4つのヒレを使って登ることもできるんですね。それでは歩き方見てきたので、次は泳ぎ方を見ていきましょう。アシカたち泳ぐときはどこを使っているのか、ぜひプールの中注目して見てみてください。一瞬かもしれませんので注目してご覧ください。どこを使っているか分かりましたでしょうか。アシカたちは先ほど歩いているときと同じように前のヒレを使って泳ぐのが特徴です。これが羽を羽ばたかせるようにしてバタバタ羽ばたいて泳ぐのが特徴なんですね。かなり速く泳いでいるのが分かると思います。自然界では時速30キロから40キロほどのとても速いスピードで泳いでいるんですね。また体の形が流線形というラグビーボールのような形をしているので、このように速く泳ぐこともできます。前のヒレの力強さも、プールの波立ちの映像に見ていただけたかなと思います。それでは次はコア君に少し小さいところを見せてもらいましょう。次はコア君に手前側に来てくれるので、次はそんなコア君の、耳について紹介していきます。アシカの耳どこについているのか、ぜひ近くにやってきた時に、ご覧ください。それでは次はアシカの耳について紹介していきます。アシカの耳どこについているか分かりますでしょうか。目の後ろにくっついているちょこっと出っ張った部分、これがアシカの耳、耳たぶになっています。先ほど紹介したアザラシたちは耳の穴が開いていただけですが、アシカたちは耳たぶがついているんですね。それでは奥の方のお客様は見えづらかったと思います。今からコア君に奥の方のお客様の方にも実際耳を紹介しに行ってもらいましょう。大きな体を揺らして奥の方のお客様にも小さい耳を見せに来てくれました。もう少し奥の方にもお邪魔します。この小さい耳ですが、遠く離れた仲間の声もしっかりと聞くことができますし、別のアシカはトレーナーの声も聞き分けすることが
しているんですね。とても小さい耳ですが、この耳はとてもよく音も聞こえています。そして先ほどからたくさんの餌をもらっているコア君ですが、現在与えていたのは、アジという魚を与えていました。現在コア君が食べている餌、合計で7キロのご飯を食べています。次はそんな餌の食べ方を紹介していきます。この水族館は季節によってアジやサバ、ホッケをアザラシやアシカたちに与えているんですね。今トレーナーに手渡した大きい魚ホッケと言います。次はそんなホッケ、どのようにして食べていくのか紹介していきます。こういった大きい魚、小さい魚もそうですが、食べるときは頭を下にして丸飲みにして食べるのが特徴です。ちょっと落としてしまいましたが、こういった小さい魚、大きい魚もしっかりと頭の方から食べます。尻尾の方から入ってしまうとヒレや鱗なんかが引っかかってしまうため、必ず頭を下にして食べているんですね。また切ったアジも頭に近い方から選んで食べています。また尻尾の方から入ったとしても口の中でくるっと回転させて食べているんですね。もしかしたらくるっと回転させているところも見えるかもしれません。それでは冷やしの時間、次で最後になります。次はアシカたち最大の特徴である前のヒレの力強さを見せてもらいましょう。それではコア君にはアクリルの真ん中に来てくれます。こちらシャッターチャンスになっておりますので、カメラのご準備をお願いします。ちょっと他のところに行ってしまいましたが、まもなく来てくれるかなと思います。それではコア君には台の横に行ったそれではカメラのご準備よろしいでしょうか。それでは見せてもらいましょう。アシカたち最大の特徴の前のヒレの力強さです。細いアクリルの上でもしっかりとバランスをとって、前のヒレの力強さを見せてくれています。カメラで撮れましたでしょうか。その後はコア君は自分の部屋に入ります。こちらの右手の方向を進んでいただくと、息子のキン君が隣にいるガラホバリの部屋にいるので、その後ぜひよろしければコア君のことを見に来てみてください。はい、それではコア君はこの後自分のお部屋に帰ります。それでは最後までのご観覧、冷やしの時間これで最後までの、最後となります。これでおしまいとなります。最後までのご観覧誠にありがとうございました。動物園、水族館、牧場、アニマルタンジェントではいろいろな施設の動物たちを紹介しています。動物さんたちの魅力が伝わるといいな。